こんにちは、プロゴルファーの脇本花です。今日は私が普段自宅でトレーニングしているメニューを皆さんにお伝えしていきたいと思います。まず私が普段しているトレーニングは体幹をメインにトレーニングしています。その体幹トレーニングのメニューを4つ紹介していきたいと思います。まず1つ目はプランク。プランクの姿勢をまず1分間やります。これを1分間キープしたのは、この時に気をつけるのはお尻を落としすぎないことで、逆に屈折しすぎないことが注意です。で、深くお腹に腹圧を感じてまっすぐ向いてキープします。で、1分やり終わったら、まず1セット目が腰を左右に倒します。20回です。だから右左で10回ずつ。これが1つ目のメニューです。次は2つ目です。2つ目はまた同じプランクの姿勢をして1分間キープします。でした後に、片足ずつ15秒ずつ、これを1分キープした後に片足上げて、これを15秒キープ。終わったら逆、反対の足を上げて15秒キープをします。続きまして3つ目です。まず次はサイドプランク。サイドプランクの姿勢を1分間キープします。で、キープしたら、1分間キープし終わったら、体を、上下にバウンドさせます。20回です。この時は体が後ろに倒れない、逆に前にも倒れない、ここ一直線でまっすぐにいきます。これを20回が1セットです。次は4つ目です。4つ目はさっきと一緒で、サイドプランクの形を30秒、これは30秒です。30秒キープして、終わったらもう一回その30秒終わった続きで片足上げます。これを30秒です。きついですよ、ここ。はい、私が4つ紹介しましたトレーニングメニューを皆さんぜひ自宅で試してみてください。結構体幹お腹に効いて元気が出てくると思います。今本当世界中がこのコロナウイルスで皆さん本当に苦しい思いいろいろとされてると思うんですけど、まあ、本当いつかコロナウイルスは収束するので、その日を目指して皆さんで力を合わせて頑張っていきましょう。本当できる限りの外出は控えて、自粛して周りの自分の大切な家族や大事な人にうつさないことを心がけて、外出した際には必ず手洗いうがいをしっかりとして予防していきましょう。今ゴルフ業界もいろいろと大変なんですが、開幕戦もいつかわからないままです。本当またいつか開幕始まったら、ゴルフを通して皆さんに元気で勇気を与えられるようなプレーを目指していきたいと思いますので、また応援よろしくお願いします。じゃあ We are one team!